ちゃんくん、はい、ちゃんくんおいで、はい、もっと来ていいよ、はいはい、はい、今日が9月10日になりますので引っ越し後、20日間経ちましたね。ようやくですね、いろいろなことがこう収まってきたというかですね、まだ荷物の方の、問題はたくさん抱えていますが、生放送を、もうここ1週間続けられています。1週間10日ですね、1日の日に、光通信開通し、そこから10日間、生配信をしています。今日もこれからですね、今はあと5分で生放送になります。こんな感じね。北海道の地震などいろいろありましてですね、このウェブカメラの自慢放送みたいなことはできていませんが、自粛しているわけではないんですけれども、話題がそちらに行きにくいというところもありましてですね、この、ロジクール C920R かな、今の現状では結構安くで売っていてですね、7000円ぐらいで入手できました。それがだいぶ効果を上げていてですね、綺麗な映像になっています。プラス光通信が戸建て用の光通信ということで、音声や映像がきれいに送信できていると、とてもいい感じです。これで部屋さえきれいになればですね、またいい感じになるかと思います。ではこれからですね、生放送に向けて準備を始めます。あら二人とも出ちゃった。生放送が、はい、さあ始めなきゃ。12時半になりました。9月10日猫カフェアスタマニャニャ、明日からは秋の陽気だそうですね。秋雨前線がですね、今日南下するそうです。よくわかりませんが、天候はしばらくの間不順なんだそうですが、気温は30度を超えない日が、続くだろうという話を耳にしました。だいぶですね、暑さで苦しんできましたんで、それはありがたいことですけれども、北海道の被災された皆さんにとっての影響はどうなんでしょうかね。電気の方もだいぶ、復旧しているそうですが、そもそも、うちがもう傾いちゃった人とかね、いろんなことを今ニュースが流していますが、大変だと思います。そして、忘れてはならないのは台風で、被害を得たんじゃないね、被害を被ってしまった、近畿地方の方ですね。今また近畿に、強い雨が降っているんだそうです。お気をつけくださいと言ってもですね、今回は本当に、こちら離れた場所からですね、放送しているだけの、私たちにとってはとにかくこのスマホで情報を得られるように、微力な、本当に微力な協力をするという以外には、なかなかできませんでした。で、まあ、できるだけのことはね、したいかと思いますが、今映ってないじゃん
たか。はい、じゃんくん。はい、ポンちゃんも出ました。ポンちゃんも出ました。朝ですね、黒犬おじさんが荷物をコンテナに運んでいる途中の道に元気な猫じゃらしがあったので持ってきましたよ。あ、食っちゃった。もう食ったのか。ポンちゃん、遊ぼうよ。ポンちゃん食べるのか。ポンちゃんも食べるのか。ジャン君もポンちゃんも食べます。食べるのね。昨日ね、もうちょっとね、緑色綺麗だったんです。なんか立派な、東京より立派な猫じゃらしです。とても立派です。でもシャリシャリって食べています。シャリ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 。猫じゃらしを摘んでくるよりもこの葉っぱがいいのかい。そうみたい、うん、遊んではくれません。遊ぶモードじゃないのか。今度は葉っぱがいっぱいついてるやつ取ってきてねって。